はい、おはようございます。今日はちょっと10時頃から雨が結構降るので、ちょっと今日は休みですね。休みって言ったって本当やることはもう無限にあるんですけど、もういいや今日は。ということで、なんか昨日なんか白河市の方が基盤持ってきてくれたんですよ。ちょっと俺留守だったんですけど。で、コンテナ2つぐらいかな？ 2、3個かな？で、今からその基板を選別して、単価ごとに分けて買い取りします。行きましょう。これですね、ちょっとごちゃごちゃになっちゃったんですけど 今から、ここでちょっと、基板って言っても、もう単価がバラバラなんですよね。で、今から説明します。家電基板と電源基板と、俺、もう十数年前から勝手にその基板の単語を作って IC 基板くずっていうのを作っちゃったんですね。もう要するに IC 基板くずって、これ IC なんですかね、よくわかんないです。この IC が IC だけじゃないんですけど、こういうですね。こういう、これ、BGA っていうのかな。こういう黒い IC がたくさんついてる基板ほど単価はいいんですよね、これ。で、今から逆に、こういう IC はほとんどついてないですよね。ほぼほぼついてないですよね。アルミのヒートシンクとか、豆トランスとか、アルミ電解コンデンサとか、銅コイルとか、こういう基板も値段はついてるんですけど、全然 IC 基板と比べると安いです、単価は。こういうのはもうほんと、なんて言えばいいの、電源基板と家電基板ってあるんですけど、ちょっと家電、重いんですよ。とにかく、IC ついてるっちゃついてるけど、ムカデ IC。これ細長い IC も、わ、あんま高くないんだよね。まあ、IC ですけど。もうほとんど、重い。っていうことでね、電源基板に近いが、家電と電源の量、この辺は電源基板で、この辺は家電基板みたいな感じなんて。俺、選別方法は、家電基板、電源基板、ミックスくずを作っちゃいます、まずは。それはそれでも、コンテナに入れといて、基板屋さんが回収するときにフレコにバーって入れて、そのままフォークリフトで積み込んで出荷みたいな感じなんですけど、こういう家電基板と電源基板は、どんどん入れちゃってましょう。こういうのもな、ほんと IC が全然ついてない。ほら、IC がついてない、こういうの。これは、熱いな。こんな感じでも、ほとんど IC ついてない。金メッキはどこだろう、これ。
そういうの。これが電源基板って言ってめちゃくちゃ重いです。これ安いんですよね、電源基板っていうのはね。まあミックスで、この電源基板は、まだいいや。これも電源基板、こんな感じで適当でいいです。電源、家電、電源ミックス、これどうなんだろう、でもいったんじゃな。よいしょ。ああ重い、電源基板が多いからだ。雑基板みたいな感じだけど、あ、失礼な、あ、失礼、あ、失礼、雑基板みたいな、いいや。よし、鉄だこれ。はい、はい、あった、電源基板。これちっちゃいのいらない、こんな感じで選別していくんですけど、そんな話になる。ちょっと一つじゃ入りきれねえな。うわ、結構ある。ちょっと一つじゃ入りきれないので、もう一個も作るか。よし。あ、重っ。よし、もう一個。トランスは俺取ってんですよね、テレビ基板ですね、これトランスは取ります。いやー、いやー、雑基板。適当でいいね、適当。これ外してもさやさん、このまま出した、これもこのまま出した。IC のかってる、この IC だよな。アルミはマイナス査定なんですけど、もうやってられないからそのまま行きましょう。こんな、あ、これ電源基板ばっかりだな。いいな、もう。よし、こんなもんで終わり。
古めに足が好きな異物が多い。よし、こんなもん。で、次は異物の除去です。こういうやつ、異物がいっぱいついてるから、異物を除去するんですけど、異物の除去は時給1500円もらってます。ということで、まあ、このままだとちょっとわかんない。鉄の方が重いんじゃないですかね、これ。重いの。鉄はマイナスだって、アルミもマイナスだって。よし、バラしていくか。コンテナ入れちゃいます、一回。10時から異物の除去をするか。ちょっとそれまではちょっと休むか。はい。ヒートシンクは難しいんだよな。やめとこ。これはやめとこ。取ったらこれですよね。これどうやって取ればいいんだろう。タガネでぶったたいてみるか。これ2箇所外すとこうなるんですよね。タガネでぶった切れば。そしたらやっぱまたカチ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 って取れるんですけど、タガネでぶった切りましょう。取れた。鉄枠。で、もう一個取っちゃいます。こっちもタガネでぶった切って。取れた。これはいいか。アイシーついてるから。うん。でも、アイシーついてるから。よし。これヒートチェーン取れるかな？あ、取れた。あー、アイシーまで取れちゃった。ごめんなさいだ。やっぱ IC 取ら、これも高値で取っちゃいます。取れた。重いね、やっぱな。軽くなった。これはどうすればいいんだろう。こんなくていいや。重いな。出しそうだ。これアルミ放熱板とこれも高値で。これも、こうやって、片手では取れんねんな、やっぱ。取れた。この辺はいいや。いやー。うわー、簡単に取れた。これも玉ねぎで取ります。やっぱ重いな。これもこんな感じで異物をどんどん取っていっちゃいます。うわー、絶対ってこれぐらいか。これぐらいだ。はい、取れた。何分かかったかな。ちょっと見てくるか。あ、なんだかんだで10分ぐらいかかるんだな、やっぱあれ。まあ、10分だな、10分。はい。異物除去10分。はい。はい、今日の朝飯は、
目玉焼き、これをぐちゃぐちゃにちょっとこれでちびちび食いするんですね、白米をね。はい、これを種類ごとに分けていきます。はい、終わりました。で、いよいよ重量出しますか。はい、コンテナ3つで3000円でした。おお、まあ、今回ほとんど家電基盤と電源基盤だったので、あんま単価出なかったんですけど、3000円。もしいらない基盤くずあったらよろしくお願いします。買い取ります。以上。